オフ会の連絡来てない人は多分参加を認めてないです。じゃあ今、ちょっと今現在参加を認めてる人、じゃあ発表しますね。認めてるっていうか、連絡がちゃんと取れてる人、なんだ、コミュニケーションが取れた人。あー、やべえ、どれだっけ。認めないって、いや、認めないっていうか、だって連絡が当日取れないと困るって。アッキーナさんは、まあ、またします。でも、8時からなんで。もう一回。ちょっと待ってよ。どこだっけな。よし、これだ。跳ね上がる。いや、まだ時間があるんで。ドン。ここに名前載ってない人は、あ、ちょっと待って。あと、印がついてない人は不明な人ね。安心マンさんはちょっと怪しいですね。連絡来ないんで。だから、ちょっと、来るかわかんないで外しますか。あとは多分みんな連絡取れたんで、三角の人は多分二次会だけ、ま、二次会までだけかなという予想です。丸の人は全部三次会まで参加できると。いうことですね。あ、ジンさん来ますね。パン粉が入ってない。パン粉さんは来ないでしょ。まあ、ここに乗った人は、来てくれると。乗ってない人で、俺乗せてもらってないよっていう人は連絡ください。もうでも、もうあれだから。うわぁ、ガラってるか。バリカン持ってく。ちょっと待って。いや、なんで切らな、ここで切ればよかったんだよな、本当は。90やっぱり行った時に切ればよかったんだよな。ちょっと本当に後悔だな。後悔してるからこそ、ちょっと、まだ寝られねえよ。多分ここで切ったら多分上がってるパターンがある。ワタミじゃないですね。普通の居酒屋。一次会が、まあ8時からの予定で、8、9、10、ああ、8、9と、二次会が、10、あれ ?8、9、違うな。8、9、で、二次会が、10、11、おかしいな。ちょ、待ってよ。だから、二次会が10時からで12時までだ。そんで三次会が12時から、なんと7時まで。お店予約しました。ギリギリでしたね。ギリギリでした。そろそろリカが来ないかなって。3時で上がってくれないかな。オフ会はちょこっと放送するけど、あんまり話したくない人もいるんじゃないか。ゴリラ動画拡散しないでいいです。いや、いい気持ちでいけると思ったんだよな。ちょっとオフ会も。
まあ、オフ会自体ちょっと自分苦手だけど。この感じで行くとちょっと危ないな。オセアニア強い。ちょっとポン円どうなってるんだろう。ポン円吹き上げてくれないかな、もう一回。オフ会前に一桁。いや、一応オフ会のお金はまあ、確保してるんで、最悪なんとかなるけど。また負けてるっていうか、今日は、ボロ負けです。誕生日プレゼント、電卓にしようと思ってるんだけど、いらないかなって。電卓はいら、いや、だって、電卓って、電卓って何に使うの？計算するんだよって。会計だろう。いや、プレゼントはだからいらないです。普通に。いら、あの、プレゼントがないと参加できないわけじゃない。いらないから。入れません、漢字ドリル。いや、いらない。気持ちだけで。あ、気持ちだけでっていうか、ねえ、来てくれたら。よく計算できないから電卓がいい。電卓あっても計算できないです。まあ、電卓あったらできるか。電卓ってでも。でもね、自分電卓のね、電卓は使えるんだわ。あ、思い出したけど。電卓のあれ、資格持ってるんだ。資格じゃなくて。計算なんとか検定よ。だから、できるんだわ。電卓の試験持ってるんだ。そういえば。VR のソフトもいいですよ。商業高校かって。すごいでしょ。もう忘れたけど。偽物じゃないよ。まあもう覚えてないけど。VR のソフト何欲しいって。いやいや、いいですよ、アッキーナさん。別に。そんなの。本当に。そんな気使わないでいいです。プレゼントとか。まあ実際ね、でも VR ソフト今ね、特にね、これと言ったものがないの。VR の AV 見れないでしょ、普通。アッキーナって予算の方に参加するんじゃないのって。いや、予算にも参加するって言ってた。だからに、一次会まで。いや、かぶってんだよね。せっかく誕生日だからお祝いしたい。ああ、嬉しいですね。こう言ってくれてるんだけど、どう思う？アッキーナさんが誕生日だからお祝いしたいって言ってくれてるんだけど。いやー、でもね、もう、いや、いいです、なんでも。裏がある。そんなやばい人じゃないでしょ。